秋の高山祭りは桜山八幡宮の例祭で、2016年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。午前中は雨の心配があったため、屋台の引き揃えは中止となりましたが、午後は無事表参道などに11台の屋台が引き揃えられました。また境内で布袋隊によるからくりの奉納が行われました。2人のからこが棒を渡り、布袋様の肩と腕に飛び移るという巧妙なからくりで、日本のからくりの中でも最高傑作の一つと言われています。秋の高山祭りは午後6時過ぎから提灯を灯した屋台が町内を練り歩く幻想的な宵祭りが5年ぶりに行われます。